ただいま、プラスティックメモリーズですね。はい。皆さん、こんにちは。見てきました。すべてのエンディングを。ちょっと、浴衣着ていい？ 浴衣着ていい？浴衣好きだから浴衣着ていい？はい。すべてのエンディングを見てきました。はい。お茶どうぞ。ありがとう。ありがとう。はい。ということで、見てきたんですけど、やばいね。やばいね。やばかったですね。はい。パッケージ裏に書いてあった、大切な人とまた巡り合えますようにっていうセリフが、ちょっと、ねえ、新エンド見た後だと意味合いがまた変わってきてさ、重みが変わってきてさ、あ、そういうことっていう、そういうことだったのっていう、感じでしたね。ああ、なるほどなっていう。ああ、結果的に言えば、まあ、ねっていう そういうところあるんだけど、そっか。ね、いろいろ明らかになりましたけど、ギフティアの寿命に関してのことについての言及する話もあったので、まあ、そうだよねっていう感じでしたね。で、ちょっと言うと、まあ、ちょっと衝撃的だったのは、アイラはまず呪いにかけられていたという アイラが呪いにかかっていたということがあったという、まあ、この浴衣も関わってくるんだけど、呪いにかかってたということがあったよね。あれもきつかったなぁ、あの時も。きつかったなぁ。で、アイラがね、実はね、5兄弟だったっていう 5人兄弟だったっていう まさかの衝撃展開。5人兄弟 で、その兄弟がね、一人が帝国歌劇団花組のマリアだっていう で、さらにもう一人がジャッジメントセブンのタチアナだっていう 俺はあのタチアナ で、最後の一人が風化雪月の闇にうごめく者トバシュっていう めっちゃ笑った めっちゃ笑ったわ いや、やった人にはわかると思うんですけど まさかの俺が今までやってきたゲームのね、一部の子たちはギフティアだったっていう記憶が ギフティア説が出てきた めっちゃ笑った はい、そういう感じでね マリアとタチアナとトバシはギフティアだったっていう アイラの 兄弟だった可能性が 出てきたっていう展開があって わけわからんかったね。よかったわ。面白かったわ。いやー、ギフティアっていう存在が、まあ、何を思って作られて、何を思って生きてっていう、まあ、そういうところをいろいろ描いてくれたところなんですけど、まあ、物語の終わり方はね、そんな特殊な奇抜な感じの終わり方ではなかったんですけど、エンディングは。でも、そこまでの流れをね、すんごく丁寧に、描いてくれていまして、それがね、すごく素敵な感じの最後につながっていくんだなっていう風に感じましたね。まあ、パート数見ていただければわかるかと思うんですけど、100超えてますので、投稿してるやつの倍ぐらい、まだまだエピソードがあったという感じですね。いやー、よかったね。僕ね、ワンピースとかね、ワンピースとかね、ワンピースとかね。水着もね、あったりしてね。はい。なかなかいい感じでしたね。そうだね。いろいろあったね。いややばかったですね。やばかったです。あんま気の利いたことを、いつも通り言えないんですけど。でさ、気になってんのがさ、埋まってねえんだよ。俺見たんだけど、ここ特に埋まってないんだよね。なんか条件があるのかな？もうちょっと探してみますけど。ここが埋まってないっていうのと、ここも埋まってない。で、一個は、一個じゃない、二つは、一応、ダウンロードコンテンツだと思われるので、一個はチャイナ服でどうのこうの、みたいな、そういう、早期購入者特典。なんか俺のパッケージ版の中にも入ってたんだけど、使えなかったんだけど、多分それがここ。で、もう一個が、なんか、アマゾン限定版みたいので、なんか、ワイシャツとボタンとなんか、みたいなのがあるらしいんで、それがここら辺なのでしょう。
残り2個ね、よく分かってないんで、なんかまだ見逃してるのがあるのかなっていう気はするんですけどね。うん。いやー、アイラに親友がいたとかね、そういう話とか、パッケージ版の裏のあの犬の CG は、そういうことだったんだねっていう。あの CG をあそこに置くのは適当に置いたんじゃなくて意味があったんだなっていうのが分かってね。あ、ちょっとね、いろいろ考えさせられるところがありますよね。はい、今から俺これね、これ日記を見ていくんですけど、これは映さないんですけど、日記は。うん、いやー、よかったね。本当、丁寧に作られてる作品だなっていうのがあって。まあね、ここにアイラが出てくるのがちょっといかせんどうなのっていう気はちょっとあるんですけど、アイラの部屋がここに出てくるのはどうなのかなっていうのを思いながらもあるんですけど、これはそういうことなのかなっていう、そういう意味で言うと新エンドルートクリアした後にアイラの部屋が解放されるべきじゃない？ちょっとそこだけ思うけどね。新エンドルートの後だったらまあねえっていう、あ、でも、うん、でも、っていうとこはあるけどね。うん。まあ、アニメ版でやった流れ、まあ、要は俺が本編でやった流れの間、A エンドというか、ノーマルエンドというか、の流れでも綺麗に終わってますし、まあ、ただ、やっぱもうちょっと掘り下げてほしいっていう人がいっぱいいたんだろうね。それをもってゲーム版が作られたのかなっていう気はしますし、アニメ版、うん、下毛がさ、新エンドルートでやってるじゃないですか、アニメって。なので、そういう意味では、アニメで新エンドルートやってほしかったっていうのもあるのかもしれないですけど。けど、うん。まあでもどちらかというと、俺は、ノーマルエンドの終わり方は好きだけどね。うん、そこに向かっていくって。分かっていたけどそこに向かっていくっていう流れ、それは好きですけどね。うん、そうだね。でちょっとね、一部ね不満がやっぱあるなっていうのをもうちょっとちらほら見てるし、俺も思ったのは、アニメ版でやったところとこのゲーム版で作られたムービーとだとあまりにも格差があるのであまりにもね出来栄えに格差があるというか、そういう感じだったのでそこをねリメイクするんだったら、ちょっと素晴らしい感じにアニメ版レベルまで引き上げていただければすごくさらに良くなるんじゃないかなっていうのは思いますね。うん、そこだけ惜しかったなっていう。何したか分かんなかったもん俺、つかさがあれ今何したのと思って俺混乱したからね。ちょっとそういうところがちょっとありますね。まあ率直な感想なんですけど、そこら辺は、うん、で良かったね。最後のエンディングが変わった盛り上げ方も良かったし、あ、そうだね。なんかもう観覧車っていう一個のテーマというか、なんか重要なアイテムとかいろいろあるんですけど、細かいところまで全部関わってくるんだよね。全部話としては、例えばまあエルさんと花火大会に行った時の話とか、そこら辺でアイラが花火を怖がっていたりとか、そういったところとか、あと本編中で見たんだっけ、セイウチのところの話とか、なぜアイラがみたいなっていうところまで全部関わってきてるね。他の話を拾うと繋がってきているので、いやこれはねえ、小説も値上がりするわ、絶版になっちゃったらでもなんか Kindle で読むんだったら、電子版だったら700円ぐらいで買えるとか、なんとかかんとかって、あったので、気になる方は、まずは、ゲームを、アニメを見て、ゲームをやって、Kindle で安く買ってもらって見てもらえればいいんじゃないでしょうか。俺もね、入手できたら読もうと思っていますので、まあ、ちょっとあんま高すぎると、なかなか手に入るまで時間かかるかもしれないんで、あれですけど、読んでみようと思ってますので、割とね、分厚い、小説らしいんで、ちょっと楽しみですね。まあそれは直接アイラが関わる話かどうかはわからないんですけど、まあこの世界の中で、第一ターミナルサービスの中でのお話ということらしいんで、ちょっと楽しみですね。漫画版もあるらしいんですけど、そっちはどうなのかな？なんか、2巻3巻が鬼のように高いんだけど、1巻は安くて。よくわかんなかったんだけど、その基準が。よくわかんなかったけど、そういうのもあるらしいんで、ちょっと、手に入れば読んでみたいなっていう、触れてみたいなっていうふうには思っておりますね。
さすがにちょっとこれやってる間に見つけて入手しておくことはできなかったので、まあ、この後、おいおい、のんびりと探していこうかなっていう気がしてますね。うん。はい。じゃあそんな感じで、ちょっと、俺が今回言いたかったのは、マリアとタチアナとトバシはギフティア。それを一番言いたかった、なんか。めっちゃ笑った。まさかの知り合いが出てくると思わなかったからさ。タチアナ、ギフティアだったのか。そっか。タティアナの方はどっちなんだろうな。違うゲームの話入っちゃうな。はい。ありがとうございました。ごめんなさいね、こんなんで。でも本当に素敵な作品だったので、ぜひ、手に取って、あなたの目で確かめてみていただければいかがでしょうか。ダウンロード版もビータのストアでまだ売っていますので、まだってか、俺の時間軸でまだ、これ投稿されるのね。ちょっと1年以上先なんで、俺が撮ってから。そうなるので、その時にまだあるかわからないですけど、ぜひ撮ってみてはいかがでしょうか。では、また会いましょう。ありがとうございました。ありがとう。